ース。バレットのボーカル牛野颯太でござソーロー。ありがとうございます。ケフも私のところに相談が寄せられました。その相談内容はこちら。僕は趣味も何も楽しみもありません。将来どういう仕事に就くかも悩んでいます。どうしたらいいのでしょうか、ソタ君、みたいな内容でしたね、はい、この質問はね、僕実はねよくされるんですよ、うん、友達にもねよく言われるの、うん、何があって何があって、いやほら僕はほら音楽をやってるじゃない、音楽やってるじゃない、音楽を、うん、だから目標とか夢とかあっていいよねってよく言われるのね、うん、まあ本当に僕の夢はでかくてね、うん、笑われるかもしれないけどワールドツアーさえ考えておりますよ、世界も回ろうと思ってますよ、はい、それでね、まあそんなことよく言われるから、この質問には僕も慣れてますよ、うん、でまあね、僕が思うにね、無趣味な人間ってね、いないと思うんですよね。うん。で、意外にこう、深くね、その方とね、話してみると、まあ、意外にね、こう、発見できたりするんだよね。楽しみというか、自分が、うん、好きでやること、やってること、うん。気づいてないだけなのかもしれませんね、これは。うん。例えば、休みの日何してんのって俺が質問するじゃない、そしたら「いやーもう寝てるだけっす」みたいなことを言う子が いるんだよ、うん、でもさ、はっきり言ってさ、じゃあ寝ることは好きなんじゃんって思うのね、俺からしてみたら。だから変な話、寝るのが好きなのだって俺は無趣味とは思わないの、うん、だから寝るのが好きだったら、例えばだよ、うん、あの寝具メーカーとかに勤めてさ、その眠りについてどんどん研究してさ、それをお金に変えればいいじゃない、素敵なことじゃない。寝るのが好きだったらさ、自分のやっぱさ寝やすい環境だったりこだわりがあるわけじゃない、うん、だから寝るでもいいんだよ趣味が。あとじゃあね、休みの日何やってんのって質問に対して、いやもうずっとスマホいじってますとか携帯いじってますとかゲームしかやってませんみたいな感じで言ってても、まあゲームが好きだったらね、ゲーム開発会社に勤めるなりね。デバッカーって知ってる？結構マイナーなバイトなんだけど、デバッカーバイト、正社員もあるのかな、うん、あのねバグってね、そのシステム上のエラーみたいなのを探す仕事みたいなもの、それゲームやってるだけでお金もらえるからね。何せその仕事は僕も経験したことがあります。デバッカー星野さんとやってました。すごいよ。だからね、まだ、発売されてないゲームとかもできちゃうんだよ。うん。新発売。だから、ね、世に出る前に、エラーがあるかどうかをチェックする仕事みたいなもんだよね。それで報告するわけ。ここが、ちゃんとうまくいきませんみたいなのね。うん。だから、その経験でね、俺、FF、ファイナルファンタジーあんじゃん、あの有名なね、12のね、FF12 のね、最後のスタッフロールにね、ソーダ星野って実は出てくるんだよ。すごくない？すごくない？あ、やばい。自信じゃない。自慢になっちゃった、最後。まあ、こんな感じで、まあ、解決してくれたらいいかなと思います。だから休みで自分が何をやってるか、うん。ぼーっとしてるのが好きなのでもいいんだよ。で、そのぼーっとしてるのをお金に変えるみたいなのを探したら意外にあったりするんだよね。参考になっていただければ嬉しい次第でござる。じゃあ何でもまた寄せてくれよ、俺の意見でよかったらいつでもお届けするぜ。じゃあまた声がってこうぜ。星野颯太でござした。